ヤッホーラビーでーす。はい、本日ご紹介する漫画はこちら、コミックゼロサムで連載中の前世をめぐる現代ファンタジー僕らの奇跡です。作者は久米田直先生です。ここ最近異世界転生が流行っていますが、今回は逆バージョンの現代で過ごしながら前世の記憶を保有し魔法が使える、謎が多くて伏線を回収しながら読めるというところが僕らの奇跡の特徴です。前世系の本は結構あって、私は少女漫画メインなんですけど、主人公が記憶を持っている漫画だと、最近では次に来る漫画大賞2021で推しの子というのが出ていたりですとか、暁のヨナでおなじみの草薙瑞穂先生の NG ライフ、あとはラブロマンス系の始まりのニーナなどがあります。で、11月25日に25巻が発売するとのことなので、と3回に分けて僕らの奇跡の魅力をお伝えしようかなって思っています。で、読んだことない方はこちらを参考にしていただいて、コミックを持っている方はおさらいとして見てみてくださいね。はい、それではあらすじなんですが、主人公の南春澄は戦争で滅びた国の王女ベロニカの生まれ変わりで、物心ついた時から前世の記憶を持っています。王女であることを小学生時代に話してしまい、周囲に敬遠され孤独な少年時代を送りました。中学ではある事件をきっかけにベロニカの魔法が使えることが分かり、高校では周りと合わせる努力をし普通の高校生活を送っていましたが、前世の魔法を留めていたノートがきっかけで、同じ学校に同じ時代を過ごして亡くなった前世の記憶を持っている仲間がいることが判明。そして次々と前世に絡んだ事件が起きていき、戦争が起こった真実へ近づいていくことになります。はい、自分が誰なのかを偽ったり、相手の出方を見て駆け引きをしたり、黒幕がいたり、伏線が多い話なので、毎回伏線を回収したり考察したりできるのがとても読み応えのある漫画となっています。登場人物が多いのでこちらでおさらいしていきましょう。主人公の南春澄はゼルストリア王国の王女ベロニカ、春澄の彼女の春子はこの駅士のリダ・ラザラサーレ、広木優は騎士見習いのグレン・シュライバーなんですが、血のつながらない弟バルト・ベロバニアを演じています。そしてゼレストリアの騎士見習いがナナウラ・コットン・オルベ・メグロ・シスモンド・バルテルス・鈴木誠・オーブリー・ビカンテルとなっています。そして16巻でゼゼリョウがモースビーグの王子ユージンということが発覚しました。そしてユージン王子のこの駅士手島のはビンス・エバレット、そして元井ハヤトがカルビン・プランタード、そして教会の神官でみんなを求めているのが大友カルロベールバルド、そして神官リュカ・エルランジェ、こちらは仁科なんですが、もう一回言う、今まで神官リュカ・エルランジェだと黙っていたのが仁科です。目的は不明です。そしてその他の神官組が
ミドウ、ジャレット、フロリオ、オモカ、リリー、エクルスト、マキ、シドニー、ベイル、そして手島のを回復させ力を失ったのが水木、パティ、ハーシェルとなっています。その他にもまだまだ侍女とか使用人とかもいるんですけれども、ここは割愛させていただきます。ということで、本日はあらすじと、登場人物のおさらいをしていきました。次回はですね、魔法を使うにあたっての制約だったり、魔法を使える条件だったりっていうのをご紹介していこうと思います。それではバイバーイ。